はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。あなた、いわこ、僕、平昌様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠にありがとうございます。いわこは私の高校で、いわき高校ね。なぜか、いわき高校生以外は、番校番校って言うんですけど、なんででしょう。僕、平昌様。平昌っていうのは、隣にあった、平商業高校。女子学生は、が可愛くて平昌はね、岩子はその当時では男子校だったんですけれども、私が卒業してから10年ぐらいで男女共学になってしまいました。これジェンダーをなくしちまおうっていう左翼の仕業だと思うんですけれども、10月10日メール党員の皆様にお手伝いいただき、拉致被害者署名活動を行います。よろしくご参加ください。メールでは、号外ですでに、お呼びかけ、しております。支部長さんは、休みの日しか、10月10日って祝日なんですけど、休みの日しか、活動できない方多いんで、そちらの方を優先してもらってですね、5人ぐらい、来ていただければ、なんとかなりそうですんでね。NHK スクランブルでも、メディアはどこもスルー、星速報さんと、シェアニュースジャパンさんに取り上げていただきました。非常に多かった意義がですね、やっぱり国葬反対デモだったら、5人でも放送するのにね、全くその通り。長崎テレビが放送した、こんなのとか。5人ですね、ちょうど。好評だったんで、年内にまたデモやりたいと思います。皆様、よろしくご参加ください。スクランブルデモですね、ネットの方はもうすでにテレビがないであるとか、契約してないであるとか、まあそんな方は多いんで、スクランブルの方よりも、どうもテレビが来ねえっていうことに、行き通ってる方が多かった気がします。フジデモ、11年前のフジテレビデモはなんかいつの間にかやんでしまいましたけれども、今度はNHK が報道するまで、どっかのテレビがニュースにするまで続けたいと思っております。札幌ロシア領事館の領事1名を国外退去処分にしたそうであります。林外務大臣が発表しておりました。ペルソナノングラータ認定で、好ましからざる人物、グラータってグラッチェってイタリア語、ペルソナはパーソナルですよね。グラータグラッチェとなんか関係あるんだろうか。ノングラッチェだとノーサンキューっていうことになるのかなーって、ちょっと想像ですが、中国共産党以外には思い切りがいい。林のことか。林法政がペルソナノングラータそのものなんだけど、お前も好ましからざる人物やで、仲良く一緒に国外退去しろ。中国領事も追い出せよ。ミサイル撃たれてんだぞ。林も一緒にペルソナノングラータで、ロシアだけ？中国は？韓国は？ロシアはハニトラやセクシーヨガを仕掛けなかったみたいだな。これも中共からの指令じゃないの？EEZ ミサイル撃ち込んできた中国は、ついでに胸をも追放しようぜ。スパイってことで、ロシアのスパイって。この処置に対してガルージン大使が断固抗議、不適切かつ恣意的な決定だって。不適切かつ恣意的なやつがほざいてますね。あんたら日本大使館員をいきなり捕まえて目隠しして強制退去させてなかったっけ。こいつはこんなことやってたって証拠は公表できません。これは、やれば情報源の規模や深度がバレるし、情報提供者の身も危ない。あとどっからバレたって分かっちゃうとですね、対策されちゃう。林も追い出せ、意見多数、だいぶ嫌われてますね。仕事できないのもバレて、総理候補からはとっくに脱落かな、このウミガメね。ウミガメが日本の顔なんてやだよね。本当にね。ロシアは林にはハニトラ仕掛けてなかったみたいっすな。半年間に7回も中国に行ったドスケベ林が引っかからないわけがない。ハニトラ仕掛けられていたら、セクシーヨガっていうのはですね、元なんか AV 女優さんが経営するヨガにですね、毎週のように、1日おきぐらいに通っておった。あはははというのが週刊誌で暴露されておりますけれども、首相秘書官、長男人事、
当然のように野党が叩く。当たり前だ。安住淳、立憲国対委員長。首相秘書官は閣僚以上の力を持つ。若い士族がなぜ必要か。これね、ちょっと眉唾ですけど、秘書官が閣僚以上の力を持つという、この部分眉唾ですけれども、井上共産、政治の私物化。玉木雄一郎、まさに身内びいき。自民内部からも、何やってんの？誰も止めなかったのか。総理は我が家ではなく、我が国に専念すべき。うまいこと言ったつもりか。なかなかうまいことを言う。世論、木を見るにドン。岸田は本当に空気読めない。岸田家の政治ごっこ、家族の思い出作りかよ。権力の乱用、私物化そのもの、プレッシャーに負けて頭がおかしくなった。こういうダメな決断だけは早い。どんなに息子が優秀でも、正気だったらこんな人事しない。致命的に政治的センスがない。なんでこんなに空気読めないの？こんなに浮世離れしているとは。なんか浮世離れしてるよね。さすがね、公家政治って、貴族、ボワーンとして、自民党周辺が止めるべきだった。明日のことはわからない政治の世界、なんで誰も止めねえのって今更嘆いてももう遅いですわね。非難合合で起用を撤回する可能性もありますけれども、今まで何回も撤回してっからね、評判悪いと撤回して官僚のせいにしちゃったりなんかしてね、それが岸田。絶望的に浮世離れ、なんかリアルな人間社会をご存じない、リアル社会を経験してない鳩山幸男の匂いがしますね。なんだか人間社会が分かってないんじゃ政治家最も向いてないのでは、向いてないのではと思いますけれども、菅前総理の感動的弔辞を電通の作文と言い放った玉川徹、10日間の謹慎処分だってテレ朝社長自ら発表しておりました。世論、処分が軽すぎる。菅前総理に謝れ。電通のことばっか言ってっけど、ガスにも謝れよ。息を吐くように他者を誹謗中傷。休養できてよかったじゃん。そのままクビになれ。社長が引責辞任しなくていいのか。メディアなら詳細を調査し、特集番組を作れ。テレビマンが電通に悪態ついて、ただで済むわけがない。処分が軽いっていう声、多かったですね。謹慎より永久降板がふさわしいんではないか。ガースにも謝ってないしね。パに共通の、謝ったら死ぬ病気なのかな。謝ったら死ぬ。過ちを認めたら死ぬ。論破されたら死ぬ。虚実期で死ぬ。君が代で死ぬ。なんて体が弱い連中なんだって思いますけれども、減俸処分がない、イコールただの有給休暇ではこれ、なんか玉川がまるっともげた感じになってますけど、ヤフコメは普段見てませんけど、私は右からも左からも叩かれてたって、どんだけ嫌われてんだ玉川。玉川は朝日新聞社員でテレ朝社員じゃありませんので、解雇はできないんだな。せいぜい番組に出さないぐらい、テレ朝には全然事情を期待していないから大丈夫です。まあ大丈夫じゃないんですけど、そのままね、干上がる沼の真ん中でゲロ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 嘘ついてるって話ですね。ゲロゲロと干上がるメディア、西日本スポーツ新聞に続き同心スポーツが廃刊に。北海道新聞の略ですねこれ。世論、プロスポーツが日ハムとコンサとレバンガしかないからしゃあない。スマホで動画見られるのに新聞解説にねえだろ。球団が SNS で発信すりゃこと足りる。もう紙で新聞作るのやめろ。廃刊すべきは北海道の左翼新聞。つうかあんなでかい紙よくみんな満員電車で読んでたよな。同心って女性記者が旭川医大に侵入して書類送検されてなかったっけ。40代女性記者の直属上司の指示だったそうですけど、その後のニュースはありませんね。その40代に指示した人物は社内調査ではっきりしないっていう結果が出たお粗末さ。しかもですね、その調査結果を有料会員にしか見せずに報道機関としてどうなの。同業者からも批判されておりました。同心、沖縄タイムズと琉球新報は中共の機関紙なんですけれども、どうしても似たようなもんなのかな。北海道はですね、長年ソ連の浸透著しくて、特に情弱高齢者は真っ赤っかな大地であります。工作機関の筆頭が同心かな。まあもちろんそうでないエリート高齢者さんもいらっしゃることはいらっしゃるんですけど、
ほっこりニュース、エンターテイメントに命をかける韓国軍。北朝鮮弾道ミサイルに対抗し、韓国軍が弾道ミサイル玄武2号を発射。発射直後に非正常飛行。こんな日本はある？非正常飛行って、不正飛行じゃないの、を開始し、関連基地内に着弾。見事に着弾、無事着弾、火災発生で住民から問い合わせが相次いだが、原因を7時間公表せず隠蔽したおまけ付き、まあ実に韓国らしいな。火は出たが火災ではないとか言ってたみたいで、まあ意味不明ですね、こちらもね。世論、体を張ったエンタメ国家、間抜けな歴史がまた1ページ。北は笑いが止まらんだろ。一発だけなら誤射かもしれない。狙い通り。発射よし、着弾よし、現場猫案件。ゆっくり YouTuber にネタ提供。発射実験ならともかく、実戦配備されてるミサイルでこれ、どんなことならまともにできるの？自爆強国として誇らしい。韓国のエンタメにかける情熱はすごい。これが韓国軍の実力だ。恐れ入ったか。恐れ入っちゃったな、対抗措置で自軍の基地を援助させる韓国軍さん、さすがっす。ここからどう日本のせいにするか見もの、撃ったミサイルが戻ってくるって昭和のギャグ漫画ですかって感じなんですけど、発射と着弾地点に米軍も一緒にいたらしいんですけど、どんな顔してたんだろう。どんな顔してたんだろう。頼りに全然ならないし、帰って足手まといだから、もう米韓同盟やめだな。あんたらベトナムでも韓国軍連れてって負けてたでしょ。ご存じない方も多いんですけど、今ね、ベトナムは共産主義一党独裁っすかね。北ベトナムが勝っちゃって、韓国で言うなら北朝鮮が勝っちゃって、半島全部北朝鮮が支配してるようなとこ、それがベトナムであります。こいつら連れてったせいで負けたって考えてないのかな、米軍はな。しかしね、まあ、体を張ったギャグに勤しんで、こうやって私らに、潤いの少ない生活を、送っている私らに、一時の笑いを提供して潤わしてくれるっていう、体を張ったギャグが大得意の韓国軍でありました。というわけで、10日の署名活動お手伝いと、メール党員さん登録、ご登録、地区支部長さん、も大募集中であります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。